エリッヒ・ホン・シュトローハイムは、オーストリアで生まれ、ハリウッドで活躍した、映画監督、俳優。映画史上特筆すべき遺祭であり、怪物的な芸術家であった。徹底したリアリズムで知られ、完全主義者、浪費家、暴君などと呼ばれた。また、D.W. グリフィス、セシル・ B. デミルと共に、サイレント映画の三大巨匠と呼ばれることもある。 アルプスおろしのポスター1885年9月22日、オーストリア・ハンガリー帝国委員にて、ユダヤ系ドイツ人の両親の間に、エリヒ・オズバルド・シュトロハイムとして生まれる。父親は、帽子職人。士官学校卒業後の1909年に、アメリカに渡った。出自の貧しいユダヤ系オーストリア人ではあったが、新天地、アメリカで幅を利かせるため、 いかにもドイツ風で独特な要望の怪異さ、尊大な立ち振る舞いを映画界でのブラフに利用し、貴族名前の称号、を、本を自称した。1914年、軍服アドバイザーとして映画界に入り、D.W. グリフィスの国民の創生で監督助手を務めた。また同作では、屋根から落ちる役でエキストラ出演もしている。続いて、グリフィスのイントレランスでは、 アシスタントディレクターを務め、パリサイ人役で出演した。その独特な要望、個性的なキャラクターを買われ、1918年に第一次世界大戦におけるドイツ軍の残虐を描いたグリフィスの人間の心では、そのドイツ人将校を演じて知名度を上げた。1919年、アルプスの高知を背景に、あるアメリカ人夫婦と、 悪徳公職官との三角関係を綿密なリアリズムで描いたアルプスおろしの脚本をユニバーサルに売り込み自ら監督、主演して成功を収めた。グナル妻右がシュトロハイムアメリカ映画初めてと言える冷徹な性格俳優として名を成した彼はアルプスおろしで監督としても一流と認められ続いて悪魔の合鍵とグナル妻を制作した。 悪魔の愛花には、小説が売れると考えたアメリカ作家の美しい妻が、パリの誘惑に負けて高価な衣装を買うが払えなくなった、ため、その衣装店のマダムが、不合に世話をして、利益を得ようとする話で、日本でも公開されたく評価された。続いて、空前の拒否を投じた、愚かなる妻では、感知にたけた、公職官として、ありとあらゆる女性を毒画にかけ、 最後に斬殺されて下水に投げ込まれるという役柄を演じた。これらの作品はいずれも女の愚かさを強調して描いている点で三部作をなし、綿密な自然描写でサイレント映画芸術における極地を示した。次のメリーゴーラウンドは撮影中に会社側と衝突して退社し、ルパート・ジュリアン監督によって完成された。 その後ユニバーサルからメトロゴールドウィン・メイヤーに展示、アメリカの生んだ自然主義作家、フランク・ノリスの長編、死の谷の映画家であるグリードに取り組むが、作品の舞台を19世紀から現代に移し替え、人間の貪欲と魔欲をテーマに、サンフランシスコの無免許司会マクティーグとその妻の生活や本能を凄まじいリアリズムで描いた異色の力作であり、 シュトロハイムの名を不滅のものにした。続いてのメリーウィドウはフランツレハールの名を凍らしめた同名のオペレッタの映画化であるが大部分がシュトロハイム特有の甘さにあふれたオリジナルの脚本でウィンナワルツ調の佳作となった。彼はアメリカ映画空前絶後のリアリストであったが少年期を過ごしてきた帝政末期のウィーンの描写ではロマンチストに変じた。自作 結婚更新曲では、純情娘と甘い恋にふけりつつも家柄を守るために足が悪く醜い成金娘と望まぬ結婚をする貴族の御蔵師でビーンの優等士官を演じた。1929年、シュトロハイムは、グロリア・スワンソン制作、主演のクイーン・ケリーに取りかかるが、撮影中にスワンソンと衝突し撮影中止となる。1932年、 初のトーキーとなる、ウォーキングダウンブロードウェイを手掛けるが、未公開で終わり、同時に、これが、シュトロハイムの監督としての最後の作品となった。黄昏の濃い宣伝写真監督としてのキャリアに、終止符を打った後も、主に、ハリウッドを拠点に、脇役専業の大物性格俳優として、異彩を放った。ハリウッド映画での活動が多かったが、ジャンルノワールのフランス映画、 大いなる現役では、貴族出身の毅然としたドイツ軍将校を重厚に演じ、監督引退後のキャリアにおける最高の演技を見せている。また、第二次世界大戦後の1950年に公開されたビリー・ワイルダーのサンセット大通りでは、引退女優を演じるグロリアス・ワンソンの出自を演じている自らをモデルにしたような往年の監督などに踏みし、 アカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。強烈な印象を残す俳優として賞賛を浴び続けた。もっともそのキャラクター自体の強烈さは俳優専業となっても変わっていなかった。ビリー・ワイルダーは第二次世界大戦中の1943年の戦争映画ネッサの秘密を監督するにあたり、実在のドイツ軍指揮官エルビン・ロンメル将軍の役に 仇役としてふさわしいシュトロハイムを選び、自ら出演を混成して、助演を得た。撮影に入ったワイルダーは、シュトロハイムのリアリズムへの関わりに感銘を受けたものの、ついには危うく演出まで乗っ取られかけ、大変な目にあったことを晩年のインタビューで語っている。その後ヨーロッパに渡り、1955年に3本の、 映画に出演したのを最後に撮影現場から遠ざかり、1957年にフランスのパリ郊外のモールパで72年の生涯を閉じた。亡くなる2ヶ月前にレジオンドヌール勲章を受賞した。シュトロハイムは旅が過ぎるほどの完全主義者として知られた。その異常とも言える完全主義への執念は様々なエピソードに残されている。例えば、サイレント映画にもかかわらず、 俳優にはきちんとセリフを読ませて何度もリハーサルを行ったり本物の小道具を使ったり作品の脚本には映画では撮影しないはずの登場人物の生育歴が面々と書き綴られていたりついには役者の下着にまでこだわるほどまた当時はサイレント映画なのにドアベルまできちんとなるように気配りさせたというグナル妻ではモンテカルロのカジノをハリウッドに 実物そっくりに再現させてしまう。撮影期間も超過し完成するまで13ヶ月もかかり、制作費は最終的には110万ドルも投じられた。グリードでは全編ロケーション撮影を行ったが、ラストシーンはデスバレーで撮影を強行し、国書のため病人が続出し、ついには死者まで出してしまう。結婚更新曲ではオリジナルの豪華な衣装を仕立て、 豪勢な料理までも実際に作らせて撮影中にキャストが口にした。これらはそれまでの映画撮影の常識を打ち破るものだった。様々なものにこだわりすぎた挙句、ほとんどの作品で制作費がかさみ、上映時間もとても長くなってしまうことが多かった。その場合はほとんどの作品が勝手に編集されて大幅にカットされている。悪魔の合鍵では、 フィルムの3分の1がカットされ、グナルツマでは、上映時間が8時間にも上ったため、最終的に1時間50分ほどに短縮させられた。グリードでは、最初の完成作品は42巻で、上映時間9時間を超える空前の長尺となり、会社と揉めた末2時間余りにズタズタにカットされた。第1部と第2部に分かれていた。 結婚更新曲は、スタジオから編集権を奪われたため、第2部は未公開で終わっている。このような徹底しすぎる完全主義により、ほとんどの作品で予算超過、超弱となり、それが原因で会社やスタッフ、俳優とも何度も衝突している。結局シュトロハイムは、43歳にして映画作りの道を立たれ、呪われた監督となった。悪魔の合鍵のワンシーン。 ありがとうございます。